新年明けましておめでとうございます9年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました今年も皆様にとって良い年でありますよう祈念申し上げます本年も浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズをよろしくお願い申し上げます 伊藤圭介のヘイウエスタン皆さん明けましておめでとうございます伊藤圭介です明けましておめでとうございます平野大作ですはい、えー、伊藤圭介のヘイウエスタン今年の1回目がですねこ1月1日元日ということで,ですねめでたいね本当にめでたいなというふうに私は思っております、うん、ね、えー。皆さんも元日からねこの番組を聞いてくださると、うん ありがたいと思いますよ、ちゃんと午後1時に生で聞いてるんですかね、私たちは生で喋ってませんから、あんまり言えないですけど、YouTube 見てる方もね、さて、お正月ということで、去年の場合はですねクリスマスが最後ということでしたけれども。ででししたたねねそう いやだけど一週間だけどその年が変わるとずいぶん時間が経ったような感じがしますよね。なんかね。あの時はあのいつものスタジオでやってましたけどね。今日のこの正月の放送ねまたこむジんまりしたスタジオにちょっと移動してきましたね。違うスタジオに。あ移動したって言っちゃいけないん移動したちゃいけない。まあまあみんなそれは知ってるからもうわかってるから。日本ドりって言ってたから。すみません。はい。 で今日はですねまあ今年2021年にかける思い、はいうん、あるいは緩い妄想みたいなことでいいた,たいと、はい、みんな真面目だからかける思いの人が多いかなっていうふうに思いますよいーよねー。えー、何を言ってくるかわかんないですからね <laughs> 怖いですからね。と、はい、いうことで今年もよろしくお願いいたします。はいこの番組は浜松豊橋のお花屋さん「花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします。 ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介の「ヘイウエスタン!」<music> ということで先ほど申し上げましたように2021年にかける思いは緩、うん、い妄想ということでこの 番組の進行表にはですね最近私たちにしか見えないんだけどもカラーのインクを無駄遣いしてるなという本当だよね大丈夫ですかこんなに使っちゃって僕のプリンターだからいいのこの間プリンター変えたばっかりなので得意になって使いたくてねそれで年賀状も早くできたんですけどねいいことですよね毎年変えよう。 <laughs> んで毎年帰るの <laughs>、うん、でもこの「かける思いゆるい妄想」ということで <laughs>、はい、テーマがね、うん、なので最初の映画,はです、ね、画像はですね、はい、私はあのー、ヤマハスタジアムで実況中継をしているまあこれ試合前の写真なんですけどもはい、はい、ちょっといい感放送席の私のちょっとね,ねもう少しなすともうちょっとおでこが広がってくるかなという <laughs> そういう気配のある写真です。<laughs> うん これ上から取るとあもう十分あるじゃんみたいなこれでも何年前ぐらいなんですか？これね今年だと思うよ。そうだよねその前じゃないよね。今年じゃない去年。去年だよね。去年。2020年ね。2020年のシーズンの写真ですね。はい。でそのこれはまあかける思いとしてですね。はい。またあの今年も頑張っていこうというそういうことですね。もっともっと ビシッと喋れるように頑張る、ね。今日はもう朝からですもんね、啓介さん。そうですよ。朝生放送かな。本当に生放送だったんですけども、うんはい、あのー、いろんなところがお休みで閉まってるってことで、はい、アッポンスタジオが使えなくてですね、あのザザの,あの本社のスタジオからね <laughs>、はい、お送りをしましたけれども、でも生放送でしたもんね。生放送ちゃんとね。もちろん生放送です。うん えー、だけどど,どうなったんだっけかなもう忘れちゃいましたねどんな放送したのかね <laughs> もう忘れちゃいましたけどね <laughs> 今年もねそちらの方もよろしくお願いしたいということでございますそうですね、うん、で妄想の方としてはですね、はい、あのちょっと画像がですね、うん、これキューティーハニーのこれど,どうなってるんですかこれ服が破れていくやつですね <laughs> 服が胸が大きすぎて服が破れてっちゃうっていう <laughs> そういう理由でやばけてんのこれはいやこれはだから変身するとこですよね変身なのかでちょっとエロティックなんでちょっと今日のテーマの「ゆるい妄想」の一つに入るかなと思って、はい、ああなるほどこれもですねちょっと YouTube ご覧の方にはですね、うん、特別サービスとして<あ>あのちょっと、ね、お見せしますかお見せしたいと思います、うん、ちょっとじゃあ今ね圭佑さんがカメラに向かってね見せてますんで <laughs> 見てねああ映ってる映ってるそんな見せつけのようなもんでもないと思うよこれねこれ以上のものはあるんですけどはいあのいろいろねいろんな写真なりなのがありますよでもそれを出すとね私の品格がね疑われるのでじゃあじゃここだけじゃんだってみんな見せなきゃいいじゃんここだけだもんね 見てもらおうかなと思って YouTube <laughs> あ,あそうねそれにさこういうのをあの見ていただくようにするとですねはい YouTube を見る方が増えるんじゃないかとなるほどねなるほどねそっか、ね、気になるからねみんなねそう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 で YouTube の愛ははい、曲がほら聞けないじゃないですかはいはい、はい、ね著作権の関係でう,うん だからって、これ見せていいのかっていう。<laughs> そう、そうじゃなね、<laughs> これもどうかわかんない、<laughs> <laughs> 怒られるかもしれませんね。もしかしたら、はい。えー、じゃ、気をつけよう。<笑><笑>じゃあね、今日はね、その、そんなわけで、はい、今年。2021年にかけるというようなこととか、いろいろいただいておりますんで。早速紹介していこうかな。はい。ね。岩田の里さん。お、ありがとうございます。ここところも絶好調でですね。ね,ね、いっぱい書いてくださいましたけど、はい、も。けいすさん、大作社長、一慶さん。 新年明けましておめでとうございますおめでとうございます。ます今年もたくさんメッセージ送りつけてやりたいと思っていますので <laughs> 送りつけて、うん、送りつけてくださいよ読む読まないはこっちのさじ加減なんで <laughs> <laughs> なんか請求書が送られてきたて、ね、<laughs> 送りつけてやりたいと思ってますので <laughs> ぜひともよろしくお願いしますテーマの牛年2021年の ゆるい妄想ですがあそっちかから来た、ね、<ー>来たたねねゆるい妄想かな今年はどこかの飲み屋さんで圭介さんや大作社長とばったり出くわしてあっけ圭介さんだだ大作社長ああどうもどうもあのぼぼ,ぼ僕があああの <laughs> いい岩田の里ですああどうもどうもはじめまして。 と話しかけると大作社長があ,あああなたが岩田の里さんなんですか岩田の里さんささどうぞどうぞ僕の横に座って一緒に飲みましょうここは全部圭介さんのおごりなんでねで圭介さんがあああなたがねどうも初めまして岩田の里さん岩田の里さん年齢いくつそう僕より若いのに 髪の毛僕よりないね大丈夫ははははとなるような気がしてます。<laughs> なげえ妄想これしかも親父しか登場人物がいない,い,ないのにもうそんなに、うんえー。お二人は仲が良いそうですね。一緒に飲みに行くこともあるのですかもしもこの妄想が今年現実になったら遠慮なく声をかけさせてもらいますよ。では今年1年間何事もなく ヘイウェスタンが楽しく聴けるようにと願っていますということでね。うん、ありがたい。まあ本当にあの我々もですね、うん、あのー、こ去年はね、はい、なかなかコロナ禍でですね途中から三月の終わりで終わっちゃったんだっけあのサカバ。それぐらいか三月か四月ぐらいですね。酒場ねサカバ壁はビオはい、美容厚みの新しい社長の会で終わったのかな。うん、そうだそうだ。うん、そうなんだよねその後結局。 再会できるかなと思ったんだけど一時ねいけそうかなと思ったんだけどねちょっとね今のところ目処が立たないという感じですよねぜひねゲストに来ていただいてまた酒場放浪癖としてねんなりさんでねそうですねやりたいですねやりたいですよね大作さんはどっちしても大体毎週行ってますんでまあ結局ねんなりさんに行くれば会えますよ多分ね会えるねで まあ僕もたまに行ってますけどね、うん、であとお昼もね行ってる<あ><昼>ランチねランチ安いュームある、ね、そうそうそう食べきれないもんあんの量ランチめっちゃ人気なんですよねそうでしょう <laughs> めっちゃ混んでるなと思って <laughs> そうで 夜の方もですねもう美味しいお料理なんでぜひ岩田の里さんいつ行ってるとは言いませんけど看護働かせてぜひ浜松へ来た際にはねあそこの近くですから「田町の」「ビオラ田町の」「あとは自分で半なりで検索してください」。 はいありがとうございました。言っときますけど、おごりは私じゃありませんので、そうだよスポンサーは大作さんだから、じゃんけんするからいいよじゃんけんするから。じゃんけんでも全部出さないといけないとかね、男気じゃんけんはやめたほうがいいと思うからね。怖いからね。ああいうゲームはしちゃいかん。僕はしてませんけどね。えっとですね、こちら3代目恋するエルニーニョさん、はいありがとうございます。いすささんん大作 こんにちは、明けましておめでとうございます。はい、明けました。明けました。おめでとうございます。はい。本年もよろしくお願いします。こちらこそ。ね、こちらこそです。うん、本当にたくさん出してくれて。ね。牛年2021年にかける思いは、うん、美人で有名な明日のお嬢さんと、うん、もっとお近づきになりたいです。<laughs> 怖いわ。怖いわ。危ないよね。ちょっとね。危ないよね。うん。 で、あの、下のお嬢さんと言いながら、お嬢さんじゃないですからね。うん、え、そうなの。人妻でしょお母さんでしょうん、うん、まあ、ね。うん、でも、まあ、お嬢、お嬢さんって言わないのか。あ,あ言ってもいいか。なんて、奥様。三代目恋するさんは。おじさんです。あ,あ、まあ、間違いないね、それは <laughs> <laughs> そ。間違いないですよね。で、今まで <laughs>。で、一番近づいたのは。 夢の中だけだったから <laughs> 夢見たりしてんだ本当 <laughs> これ明日のお嬢さん聞いたらおあれじゃないのちょっとね,っとね鳥肌立ってる今ものねえ、うん、かわいそうに <laughs> でえー、っと夢の中だけだったから牛年にはもーっと近づきたいんですこ <laughs> んなところでダジャレ言ってどうすんの <laughs> ただ近づくだけでいいんです。いや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 。それも嫌だよ。これ舐め取りな近づざいけないとかっぱあの警告が出ますからね。言われるよ。言われますからね。それ困るよ。そのためにも強敵のちょっとだけよさんを何とかしにゃいかんな。強敵ってどういうどういうことどういう意味ですか。あ、ガードしてくれてるのか。ちょっとだけよさんが明日のお嬢さんのガードに入る。そうだ。近づかないように。 あそうなんだね。それだけ危険な香りをさせてるってこと？でしょうね。ういやそんな危険な香りもしないんだけど危険な香りって言うとなんか,かっこよさそう,<ー>そうなの。そのちょっとただ危ないなだけで、ね、<laughs> 危険の木だけでしょう。ね。はいリクエストもいただいておりますんでまたね、はい、え考えておきたいと思いますけども。うん、じゃあ近づいてください。<laughs> 美人で有名な明日のお嬢さんに、ね。そうですね。こっそりね。 バレないように。ね,この、うん、ね美人の方は明日のお嬢さんだけどね。三代目恋するエルニオさんはね丹下断兵みたいな感じかもしれな、ね <laughs> <laughs> はいですね。山川サボの妹さんから。はい。えっとね、あケンスケさん大作さん、今日ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。<laughs> ーーヤー <laughs> こんな人が続いてます。<laughs> えー、今年も楽しい放送をお願いします。はいはいはい。牛年どんな年になるのでしょうか。 ワクチン接種が始まり、元の生活に戻るのはいつ?。今年は公開生放送はできるかな?あ<ー>。ああ<ー>。そうね。ね。生放送もやってないね。うん,うん。第5はい。金曜日。はい。やったんですよね。はいはい、そうですね。うん,うん。第5金曜日ね。前はね、3時からだったんでね。はい。ですけど、今度1時からやってるから。うんうん かぶっちゃうか。あれと。私朗読講座の講師をした。はいはい隔週一時半から三時まで講師をやってるんですよ。そうです。某所でね。某所でね。そうで。かぶっちゃうんだよね。そっか、そっか。かぶらない。時。第五金曜日あったかな。第五金曜日になければいいんだよね、あれが。まあ、そうです。前何回かあったんですよ。はいはいはい。でも、それで、あの向こう。 1>, 1時半からの講座を1時からに知ってもらって前倒しにしてもらって2時半までに講座を終えてそれで3時からの生放送に移動してきたの、うん、そうですねそういうことやってたんだけど今度は番組1時からだもんねそうするとん、ねね、そうですねどうぞ講座もねそう考えようまずは日程がぶつかるかどうかをちょっと確認しとこうまあそうですね やりたいよね。ね<え>、うん、そろそろいいんじゃない？そう。うん、本当にね、今日ね、午前中の番組は生なんだけど、はい、ここでやったでしょ、はい、だから本当はアップオンスタジオでやっ。うん るのを見に行きたいっていう声があったんですよそれはそうだそう本当に申し訳ないなと思ってなんかちょっと私たちも残念なんですけどそうですよね残念ですよね普段ほら外の様子を見ながら喋ってるから朝の番組はねお正月の風景をねそうですねどうかなと思ってそれを楽しみにしてたのにねそうね。本当に残念ですうんすいませんで お,お二人にお会いできるかなって書いてくださってますけども、うん、そうね、公開ができればね、なんとか、ね、と思いますけどね、うん、早くお会いしたいです。では今年もよろしくお願いしますという山川さん、ボノさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。とにかく今年もよろしくお願いします。うん、たくさん投稿してください。ね、ねお願いしますよ。うん、まだ今のところあのー、朝の番組もですね、はい、この番組もギリギリ大体全員の。 お名前は言えるような状況でありますので、あのちゃんと丁寧に読めない時もいっぱいあるんですけど、ただお名前だけはなんとか言えてると思いますんで、そうですね。はい。まだまだキャパ大丈夫なんで、ぜひ送ってください。じゃあ今日曲目いきましょうかね。はい。去年のその12月25日クリスマスのですねこの番組の締めくくりは中島みゆきさんの時代でまあ締めくくってもらったわけですそうでしたね。さあ年が明けて。 今年のスタート、をどうしようかということで、こちらにしました。うん、第二回世界歌謡祭グランプリ。うんね、作詞及川光平、作曲小室仁。はい、ひげの人です。あこの頃、ひげなかったんだよ。若い頃は。若い頃は、ね。一九七十一年十一月リリース。うんうん、上条恒彦と六文戦旅立ちの歌。はい、えー、今週の一曲目。はい、今年の一曲目。 旅立ちの歌とい第2回世界歌謡祭グランプリでこれやっぱりこれヤマハが仕掛けてるすごいねヤマハね、うんまあ、去年の最後の,あの時代が第10回ポップラーソングコンテストの、はい、ポップコーンのです、ねえー、グランプリ中島みゆきさんの時代でしたけれども今年の1曲目は世界歌謡祭グランプリの「上条恒彦と六門線旅立ちの歌」うん。1971年 リリースということで、これレコードジャケットをですね、ちょっと載せてみましたけども、下のにちっちゃく白い文字があるんですけど見えますか？見えま400円で400書いてる。4 0円だったねあ、なるほど。うん。レコードが400円じゃん。そうなんだ。ね、中三の時でした。で、このジャケットの上條恒彦さんのお顔がかなり野生味のある、そうですね。エネルギッシュな。 ちょっと絶倫な感じの顔してるんですけど<ひ> <laughs> 小林明に似てない？なんかね、なんなんかね,んんかね、で、あのー、でもその後金髪先生とかいろいろ出て、はい、そうだそうだ。ね、うん、いいおじさんの役をいっぱいやって、なのでそのちょっと経った後の、うん、あのおじさん顔の写真もちょっと横に比較のために載せて、ひげ <laughs> <laughs> のね、ひげ <laughs> の、ね、はいはいはい。はい。 でねこの後にうんとこの2年後か3年後2年後かなあれですよね「木枯らし紋次郎」のね主題歌を「誰かが風の中で」というね曲を歌いましたねこれもこんな感じのかっこよかったまあちょっとこの「旅のシー似てる雰囲気もある曲ですけどもねまた機会があったらおかけしたいと思います。さ じゃあ旅立ちをしないとね我々もね2021年旅立たないとね2001年ってもう19年20年過去だ2001年2001年宇宙の旅というねスタンディンブリクエがありましたけど2021年ですからすごいよねすごいですよじゃあ2001年に生まれた子は20歳か20歳だすごいな2001年が 二十一世紀の最初の年なんですよね。二千、はいはい、年までが二十世紀だからね。ということなんで、二十一世紀に生まれた人が二十歳,歳になるという年なんですようん、うん。自分はどこ行っちゃうんだろうって思っちゃうぐらい過去の人間になってきたなという感じがしますね。<laughs> あねまあそういうもんですよ人生っていうのはね。そうだね。で、ねね、割り強く生きよう。<laughs> <laughs> えー、ケイスクさん大好きき主婦ささんんからいたただきました、はいはい、ケイスクさん大作さん「ハッピーニューイヤーンバカン <laughs>、うん」こういう人が多くてねえ木久さんかっていうね『<laughs> 焦点』じゃないって,言って、ね、2021年日常が戻り平穏無事な年になりますように今年もたくさんの雑学あれこれ教えてくださいねうんうん、うん いいやくだらないことしか言ってないんですけどすみません <laughs>、ね、忘れていくことが多い中新たな知識としてインプットしてますとどまっているかははてなだけどありがたいです今年もよろピクニックはいはいけすけさん大輔さんありがとうございましたありがとうございました、ね <laughs> ね、今年もよろピクニック <laughs>、ね、もう恥ずかしくて口に出したくないねと社長は申しております <laughs>、はい えーっとこちらですね、新友門さんからいただきました、まおありがとうございます。けいすけさん、大作さん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。令和三年の元旦ということで、うん、あ元旦というのはね午前中のことね。はいはい、うん。まあ元日ならいいです。はい。<laughs> すみません。ええー、ちょっといつもと違いますが、いろいろ復活の年ということで、一年の始まりにふさわしい元旦の放送をいつものように聞いていると思います。ね、おありがたいですね。うん。うん テレビも年末から特番ばっかりでなんかつまらないです。そういう時はいつも通りのラジオが安心です。うん、ラジオの場合はですね、比較的やっぱり生放送がそのままちょっとスペシャルな感じになるとしてもあんまり変わらずにやるっていう感じではありますね。うんうんうん、そうですね。うんえー、まあ局によっては違いますけども、<laughs> ここはまあそう普通にまあ普通ですよね。やってますけどね。うん、はい。で。 昼間間からお酒を飲んじゃえる素敵な3日間です。あ,あいいね明るい時間の見てよなみたいなね <laughs> もう飲み疲れてくんだよねだんだんねうん、うん、でなんかいつ飲んだんだか食べたんだかもう分かんないっていうかうん、うん、ずっと続いてるもんで飲んじゃ食っちゃ飲んじゃ食っちゃなんで <laughs> そうなんですよね、うん、でゴロゴロしてるでしょはいねえ 本当うち、ん、の中にいてうちの中でも動かないでしょ、うん、これが良くないだよね良くないね人が走ってるとこばっかり見てるだけみたいな本当だよね <laughs> 毎日三日間駅伝見てる人いますからね本当だよ <laughs> 本当人が走ってるとこ見てるだけだね本当 <laughs> で自分動かないの。だ、ね、いつもはお父さんの私が車の運転なので、うん、ほぼ飲めないのですが、うん、なんと子供たちが <laughs> お子たちが免許を取ったので<う>出先でも飲めるという幸せなお正月になりました、うん、よかったね,ね帰りがちょっと怖いですなって書いてありますけども怖いんだけどそのうちにねいや楽だな自分が運転しなよっていう風に思うと思いますよねえよかったね, <laughs> ね,ねお子たち二人がね息子たちがねでっかくなってまよかったねまたでっ,なでっかくなっちゃったね <laughs> 今年は大好きな箱根の方でやっている駅伝も見に行けないので、ほぼ家の中で過ごすお正月になりそうです。久しぶりにテレビで有名リポーターでも探します。普段休みでも家にいないことが多いので、時間があっても特に何をするわけでもないので、えー、邪魔扱いされる前にお正月から片付けでもしようかな。<laughs> <laughs> そんなに気ぃ使わなくてもいいんじゃないのくぜ。ねえ。ねえ えー、買い物も行く気にならないし親戚周りも少し自粛気味でしょうから何して過ごそうかなテレビ見るしかないんあ、まあ、そうだねあ。あとラジオ聞くって言ってますからね慎、うん,うん、うん、さんはねそうまあでもテレビでこれね駅伝を見るみたいだから箱根駅伝を見るんだね駅伝は明日から駅伝は明日今日は、うん、あのニューイヤー駅伝。 これが日本の最高峰のですね実業団対抗男子駅伝ねこれニューイヤー駅伝群馬県で前橋から高崎から回ってずっと太田の方に行って桐生の方までって100キロかなで明日あさっては箱根駅伝これも面白いね楽しみなこと多いと思うんですけれどもねでこの有名リポーターでも探しますっていうのはあるでしょはい 箱根駅伝を、あのー。文化放送でリポートしてる、あの、鬼頭理恵さんを探そうとしてるわけですよ。あ、なるほどね。<ー>は,いはいはい。ね、うん。今年もやられてるんですか。もう毎年やってるからね、文化放送でね。うんうん、で、まあ、あのー、エスビにネットしてるんだけどね。はいはいはい。そうそうそう。あのー、鬼頭ちゃんは、昔、あの、僕が。あの、アナウンス部長だった頃に、うん、あの、協定のね。えっ、ー、と。 中継を文化放送がやると全国にややったんですよ文化、うん、それで、えー、と地元のパスナサティを出してくださいと<ー>いうことでひ、はい、とちゃん出したら気に入られたんでそれの縁があってフリーになって<ー>こう箱根駅伝やってるっていうことだと思いますけどね,ね、うん、それもこれも全部僕のおかげなんですよね。 もうそれを声を大にして言っといた方がいいですね、うんうん、まあちょっとここでしか言いませんけど <laughs> そうそうそうで駅伝がやれるのも、はい、あやっぱり市町村対抗駅伝の当時のねあれに 1>,、うん、あの1年目から起用した私の功績が大きいという,う <laughs> 何のお礼も言われてませんけれども、ねうん、まあそういうことですねということで探してあげてくださいだキトちゃん人気者なんで結構ね人気だよね、まあ、いのこの間なんか賞取ってませんでした とこって日本一のあれですよラジオなんかそうやよ。あんなの見ると取れないからさねえそれも誰のかげなんかこうなんか踏み台にされて越えられてったなっていう感じですねうん残念ながらさすがにもうヒトちゃんに勝てるのははいあのサッカーとか野球の中継だけだねああ。まあいいじゃなすが勝てるとこがあればねうん。 そう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 これねえー、とーこれ今のがんえもんさんなんだけどうんえ、う、もんさんに割と近い人でさすらの J ボーイカっくんからも来てるんで<ー>ちょっとこれね、うん、えあ、ー、けましておめでとうございますおめでとうございます,お,いますおことかっこ男ではありませんかっことわかるよそのお,おことって漢字で書いてるの <laughs> <laughs> そのおことの根で始まるお正月、うん、正しい日本のお正月お正さんが二人という意味ではありませんいや無駄だからこういうことからなくていいよ、うん、ね、たこあげ誰かやってるかな中田島の公園で誰かあげていないかな今年こそ浜松祭り楽しめたらいいんですけどねとあそうねううまあ お正月こ揚げ風景ありますけれども浜松の場合はやっぱり5月のゴールデンウィークでやっぱりこ揚げ祭りだ浜松祭りこれができなかったからね去年はね今年はなんとかできたらいいなと思いますけどねやっぱり浜松を盛り上げるね一つのビッグイベントなんで全国の方も来ますしねそうですよねだからそれまでにねコロナ収束してくれればねできると思いますけども。 初詣も福袋争奪戦は今年は自粛さて何しよう,うあの福袋だからあの何ネットで販売してなんかね受け取るだけで済むっていう。はい 会計もいらないみたいな。取りにだけ行くと。なるべく接触しないで福袋をゲットするという、そういう。感じだから申し込むときにも、どういうものが大体いいのかっていう。選べる福袋。すごいね。すごいもうね。全然だってわけわかんない、いらないもの、大きなお金を使ってですね、買うことはないからね。今でもほぼそういう感じですよね、中身わかりますからね。で えーまあ、何しようという,うこのカックンですけども、はい、今年のジュビロは復活の年になるかな昨年はいろいろ低迷期ということであとは上がるだけうん、うんね、エスパルスもいいところがなかったので今年は両チームとも上へ向いてほしいです、うん、とにかく点取れ頑張れ <laughs> <laughs> まああの最後でもエスパルスもジュビロもねい,いい感じで終わったんじゃないのかね。ああ最後はね。ね監督が途中で両チのムとも変わってるんですけども。はい。うんまあそれは変わってからいい方に行ってるとは思うのでうん、えー、期待したいなと思いますね。2月の下旬からね J1、えー、J2 が始まってうほうほう3月の上旬にあの J3 がスタートするんですけれど、はい、本当はねこれも 2月の上旬にしようとしたらしいんです、最初。ところが、あの柏レイソルが、コロナで、あの。ルバンカップの決勝はできなかったんですよね。で、その決勝、を1月4日にやるもんですから。それで、ちょっと、あの、ずれたんですよ。そういうことか。そう。うん。なんで。僕は早めに始めてほしいな。ね。なるべくね。仕事のない期間も少なくしたい。そうです。 に思いましたけど、ね、<laughs> まあのんびり過ごしましょう。そうかね。どうん、しよう。<laughs> えー、で寒いわりに富士山が黒いのであまり美しくないですよ。本当富士山は何もな、ね、い。うんうん、うん。何にも見えない。雪がないこ。この前裏側の方に裾の方だけこうシュッと雪がねはい、はい、下まであったんですよ。すっごい変な感じだった模様になっちゃってた、ね。<laughs> はいはいはいお。でもこっちから見たら全然ないよね真っ黒。うんうんで今日の夜は。はい。 一富士二鷹三那須美の縁起物の初夢を見てうん、うん、いい年にしたいと思います、うん、実際そのような夢は見たことがないですし夜更かしすると朝に寝ることになるので <laughs> 夜見た夢ではないから初夢になるのかということは置いておいてこれめんどくさいんだよねいつ見たらいいんだみたいな感じもあるよね<ー>夢はねそうだね、うん、だいたい夜見た夢は忘れるよね忘れるね覚えてないですね、うん、覚えてるのは、うん、朝方あの 何夢見てふって起きた時にああなんですってねありますけれども一富士二鷹三ナスビ私も見たことないですいやないでしょううん富士も鷹もナスナスビもないですないねね でまあさておいて今年も皆さんにとって幸せいっぱいでありますことをお祈り申し上げ新年の挨拶とさせていただきます最近丁寧な方が多いですよねありがとうございました、はい、パチパチパチみたいなそこまで、ね、そこまで書くね <laughs> そこまでだだ台本に書くパチ,パチパチパチみたいな <laughs> はいありがとうございましたかっくんありがとうございますもありがとうございました新山、うん、さんもありがとうございましたはいじゃあ2曲目いこうかな、はい さっきのね旅立ちの歌もなんかこうみんなでサインこう合唱するような部分があったんですけどもこっちはねやっぱりもう世界的に人気になってブラジルでも、はい、あ違うアルゼンチンでもすごい人気になったというですね,そうだねこの曲を聴いていただきましょう1993年6月リリースのザ・ブーム島歌、はい、今日2曲目は「はい、ザ・ブームで「島歌う作詞作曲は「ブーム」。 宮沢美さん,んです150万枚売り上げてだからそれだけ多くの人の心に響いたという曲だと思いますね。で,すねで「紅白歌合戦」にも出場をされましたし、はいえー、レコード大賞ベスト無賞というのもね取りましたしでさっきもちょっと言いましたけどもアルゼンチンのですね、はい、アルフレッド・カゼーロさんが日本語のままカバーした島歌ローマ字のね SHI MAUTA がです、ねうん、2001年地元アルゼンチンでヒットした、うん、ということで、はい、2002年の日韓ワールドカップでアルゼンチン代表チームの応援曲にこの「しまが起用されたとこれすごいよね,、うん、ねすごい橋渡しという感じなんですけども「で紅白歌合戦」もその年はこのアルフェルト・カゼロさんと、うん「ザブームで o m っていう,う、ねうん、ことなんですけれどもそれだけこの要するに「 沖縄方面のです今沖縄出身の歌手の方もいっぱいいらっしゃいますけれどもやっぱりこの「島歌にはものすごくまた心を動かされたというようなことなんですよね。うんまあ、いろんな問題を抱えているところではあるんだけれども、うん、ただやっぱりその抱えてるっていうことに対して私たちはもう少し知らなきゃいかんかなっていうふうには思いますね。 これからね春になるとね、うん、あの奄美大島に移住する方がいたりとかですね。そうですね。そう。奄美、うん、大島からこちらにお仕事で来てる方もいる。方もいた、ね、また奄美大島にも帰ってますね,てね。今ね。<う>うん、いるんですよ。で私の知り合いの美容師さんも、はい、あの。 沖縄の方とと結婚したりとかですね<ー>そういう、うん、こともあったりとか絶対こういろいろつながっている音楽とかその芸能界なんかも非常につながり強いですよね安室奈美恵さんなんかもそうですね。えー、でもそういうなんていうの沖縄のことを本当のことを知らないことがやっぱ多いのかなっていうふうに思うので、はい、うもうちょっと勉強したいなって、まあ、私は個人的には思いますね。でまずあの すいませんちょっと冗談みたいな話ですちょっと島唄っていうのそういえば焼酎泡盛があったなと琉球泡盛があったなと思ってですねちょっと調べたら画像が出てきたんでこれ、はい、貼っときました、うん、これ YouTube の方見るまでもないと思いますんでご自分でまたで調べれば出てくるからね,んね多ねあのゴールドラベルの島唄っていうのがあって <laughs> でこの島唄というこの泡盛ですねはい これ普通のやつはもっと水色っぽいような感じのラベルだと思うんですけれども、うんうん、これ金色のラベルです、ね、ゴールドねゴールド、うん、島歌って漢字が書いてあって下にゴールドって書いてあって、うん、でバックはこ竜の絵になりますよねちょっとこうやって見てるとなんかあちょっと飲みたくなっちゃったちょっとねまあ <laughs> <laughs> でもこういうところからですねいろいろ食べ物飲み物から、うん、それから、うん、なかなか今 コロナ禍でいけなかったりするんだけどもでも交流しながらね知るっていうことこうな大事なのかなというふうに思いますねそうですねね、もっともっとなんかこう沖縄の方のね痛みとかそういったことを感じないといけないんだなというふうに思いましたねはいということで2021年私はそういうことをお勉強もしようと素晴らしいうん、これちゃんとやりますよ去年はねちょっとねあの2020年はねはい。 もっとクラシックを聞こうって思ったんだけどなん <laughs> 何もしなかったクラシックちょっと勉強しなきゃと思ってなん何もしなかった聞いたほうがいいですよはい、うん、今年はそちらも頑張りたいというふうに思います,す、ねうん、さあそれじゃあメッセージメッセージいこう <laughs> 神奈美町の江野さんはいいありがとうございます、ねえー、12月25日のねクリスマスの時に、えー、くださった「はい、あの年末年始あるある」っていうのをねうん、うん、ちょっと読み残してみましたの、ね、でこ,、ねはい、ここで読もうと思って「年末年始あるある」は「子供はワクワク大人は大変なお年玉配り」おー「おそうだね,ね、うん、ぎゅうぎゅう詰めになりながら参拝する初詣」うん、しかし これ来年はってか今年かと今、ねはい、神社側も密にならない対策をして場所によっては三島大社のように再生銭を入れる幅を広げてさい銭箱横にういうことかあの密にならなよう、ね、に、はい、何か所か置いてあったやつうん、うん、そのそこだとそこに食って集,あ集まっちゃう集中しちゃうのでそうではなくて何か所の,その全部前横に。 全部おさい銭入れられるみたいな <laughs> そういうふうな形ですまあいろいろ工夫をねされてると思いますけれども、うん、ただとなんかね出店ねいろんな店出るじゃないですか、はい、たこ焼き屋さんとかわたあめ屋さんとか。はい そういうのはま出さないようにしてるああ寂しいね。寂しいし、そういうまあお仕事されてる方も上がったりだよね。そうだよね。本当に。もう今年はね、去年か。大体さあの昔ね寅さんの映画なんかを見るとね、必ずお正月の会話、お本とお正月やるだよね寅さんね。でお正月の時見ると必ずどっかのあの神社とかなんかで寅さんがなんか売ってるんですよね。そうそういう風景が。 ないんだ今年は。今年はね。ね。うん、ちょっと、大体、あのうちもさ、初詣どうしようかっていう感じ。はいはいはい。で、いつもあの静岡の浅間神社行ってるんだけど。うん、すごい人が。人がね。そうだよね。うん、で今年だから、みんな、あの考えてると思うんですけど。うんうん、やっぱり、あの、あれ、何もね、あのお正月に行かなくてもいいっていうことにはなってるんですよ。もともと。<々>うん、この初詣っていうお正月に行くっていうのは。 今週からね、百年ぐらいらしいね、まだ。そう,なんだそう。そんな言ったって、百年か百五十。年だうん、だから、別にね、神社はもっと昔からあるんで。うんうん、で、やっぱり、あの、どんな時でも、神社を受け入れてくれるので。うん、ね、あの、お願い事があるんだったら、その時に行けばいいと。そうだね。いうことなんですよね。うち、いつもね、いろんなところで、お願いしてるんだけどね。<laughs> い,やいや、だから、浅元神社も行くしね。<laughs> はい、あの、うちの近所の草薙神社も行くしね。はい、は,いはい、はい、はい。ね。 そっか。それあれじゃないですか。うん、ちゃんとお礼をしないからじゃないですかあ。お礼か。でもいつも何かを買って次の日にまた収、うん、めるっていうことはしてるんですけどね。なかなかね。もう宝くじ当たってなかったしな。宝くじね。うん、まだわかりました。<laughs> <laughs> 当てるぞ <laughs> まだ言ってるね。<laughs> えーと。 そのねえのさんから、はい、あのー、もう一人来てって、はい、2021年にかける思いで来てるんですよ。けいすけさん、大作さん、スタッフの皆さん、今年もよろしくお願いします。こちらこそお願しまお願いします,します、えー。2021年はこんな年になればいいな。うん、春には、えー、1日じゃない1日だ。春には1日の新型コロナ感染者数がほとんど減ってて花粉症の時期は 顔がぐしゃぐしゃになるほどにアレルギー症状が出るのは毎年恒例なので耐え抜きます。<laughs> なんでちょっといっぱいいろんなこと書いてるかたら <laughs> あ花粉症いつも大変なのね。でコロナ感染者数は、ま、春には減ってくれてるといいということだよね。 割と年末減ってきているんですけどもね。で夏には無事東京オリンピックが開催され静岡県の自慢が世界に届けられたら良いですねまあ静岡県の会場になってますからね伊豆ではサイクルスポーツセンターでありますしね小山町もねロードレースのフィニッシュ地点になってますし秋にはソエルちゃんが。 パンプキンのカボチャに彫刻して浜松の街中とスタジオに並びます。<laughs> だったらいいなという話です。なるほどね。冬はまた寒さ厳しくて全国的に雪化粧で真っ白になるかもしれません。うん。なるほど。俺雪はあんまりいらないな。<laughs> 大変だもん。まこの辺ほどなきゃ大丈夫だよ。どうね。うん、はい。という安南町の榎野さん、2021年にかける思いというふうに書いてあるんですけど。はい。 占いのような感じでしたね。なんかね、本当だね。でもいいね、この通りになるといいね。そうだね。とにかくコロナだよね。そうだね。はい。えっとまだちょっと残ってるんだけど、一曲いきます。はいはい。えっとですね、さっきのは三代目高円寺エルニュースのリクエストでしまうとかきましたけど、今度はね、有田ま放送局さんのリクエストで、はい、千百六十七年、ずいぶん前になりますね。佐倉奈美さんです。世界は二人のために。 えー、今日の3曲目、はいはい、有田まほそ局さんのリクエストにお答えしました1967年5月15日リリース「うんうん、相良直美さん世界は2人のために」ということで、うん、えとこれデビューシングルなんですねほうほう作曲が泉拓さん作詞が山上千代さん日本レコード大賞新人賞「紅白」初出場翌年1968年の春の選抜の行進曲にもなりました。うんね えー、なんかやっぱり平和な感じ、はい、なんか未来がいっぱいありそうな、ね、うそういう曲です。ですねうん、ということで今日1月1日ちょうどこの有玉放送局さんのリクエストいいリクエスト来たなということでお書いをしました。はいはい

毎回、拙ない文章でのメール投稿で申し訳ありませんが、今年もせっせいと投稿し、番組に参加させていただこうと思っています。もう僕も常,年リス常連リスナーと呼んでいただけるくらいになったかな。なななっったたた、うん、りましはい、うん さて今週のメッセージテーマ「今年にかける思いゆるい妄想」ですが妄想については他の諸先輩リスナーさんにお任せしたいところです。かっこ洗いいいえそんなこと言わずにまた来週でも待ってるよ。でもゆるい妄想なのでこのメールが読まれ放送される頃には年末ジャンボ宝くじが大当たりして僕は10億円を手にし億万長者となってこの番組に念願の出演を果たし地元で有名人になった気分を味わうかっこ洗いこんな妄想でいいですか いや10億円手にしていい、ね、この番組に、うん、あの念願の出演をしたら、うん、出演料をそちらがくださいそうだね <laughs> なんか買い取ってよ番組、ね、買い取る。<laughs> 買い取る <laughs> <laughs>、ね、いいもそうだからいいもそういいねそういうのがいいよ以前にも書いたことがありますがこの番組に出演したいというのが夢なのでそれが叶う日が来ると大変嬉しく思います 今年にかける思いについては、ラジオネーム通りジュビロが大好きな熱狂的サポーターなので、2021年今年こそは絶対に J1 にジュビロが昇格し、復帰する、もうこれしかありません !J1、うんえー、昇格にかける思いは誰にも負けませんよ。今年もコロナウイルスとの長い戦いはまだまだ先が見えず長く続きそうなので、自分を含め家族、友人、知人、えー、周りの人たちが健康で、 穏やかな1年を過ごせることを切に願っています。今年もこの番組に毎回参加できることを楽しみにしていますので皆さんよろしくお願いします。この番組に関わっている全ての皆さんにとって最高の一年になりますようにうん,うん。締めたね。ありがとうございます。ありがとうございました。うんえー、いつも素晴らしいおこ葉をあ、ね、りがたいます。うん、あと三分ぐらいしかありない大丈夫ですか間に合うかなうん有田の放送局さんはね。はい あ年末ジャンボに当選した10億円を使って僕の家の前に有玉タワーを建てて有玉放送局の電波を飛ばします。すげえああみんな壮大な夢だな、ね。期待してるわ。うん、え圭、ー、け,けさん大好き主婦さん「はい、毎度」書いてる、ね。毎度。<laughs> 有玉放送局さん戻り好きって書いてある。うん、そういう挨拶で来ましたけどね。うん なんかこれねクリスマスのこと書いてあるんで、ちょっとすいません。先週分だったじゃないの。悩み大きい東京スケラブさんはスーパー難民になっちゃうっていう要するにスーパーが1月中に閉店したんでー近くのスーパーマーケット。ちょっとこれは大変だなっていうことですよね。助けて、カフーさんって言ってるけどもしょうがないね、ちょっと先のベイドリームに行きなさい。さて来週なんですけど、1月8日。はい 勝負ごとの日です。一か八か。そういうことか。一月八日ね、横山やすさんの息子さん、木村和也さん。一か八かでつけた、親父さん。これ本当なんですか。そうだよ。競艇大好きだわね。はいはいはい。大好きだったからね。はい。ええ、ということでね、来週のメッセージテーマは、今が勝負。その時あなたは。または。 勝った負ヘイアットマーク FMHOW.CO.JP1 月6日水曜午後2時までにお送りください。はい、お待ちしております。はい といったところでお時間なくなってきましたけれども、うん、さあ今年にかける思いいかがでしょうか。今年も頑張りますよ。<laughs> まだ一分言えるよ。<laughs> 頑張る。今年はね、結構ちょっとねうちの会社いろいろ転換期を迎えるんじゃないかというね、うん、まだあんまり言えませんけど、うん、詳しくはいろいろありますんで、<当>またおいおい発表していきたいと思います。本当に。お楽しみに。ちょっとなんかないいいよな。<laughs> 安定したた収入を得てないよ、うちやばいよ。ということで皆さん、またねいろいろご報告ができる時があれば、大作社長からですね報告をいたしますということでございます。だから今年は酒場放浪りとね生放送なんとかできるようにねねそうだしていきましょう。ということで来週は一か八か勝負事なんで勝負かけましょう。 ね、はいとい <laughs> うことでお時間なくなりました <laughs> この番組は浜松と橋のお花屋さん「花風車ソイルフラワーズ」の提供でお送りしましたではまた来週ですさよならバイバイ